NHK 系と結構面白いっすわ、うんうん、あそこって今参議院議員が一人しかいないんですよ、うん、だけど 2% 以上の得票すると、うん、国政政党として認められるんですよ、うん、そうすると政党助成金がもらえるんですよ、うん、前回の衆議院議員選挙にも候補者50人ぐらい擁立したんですけど、うん、もちろん議席1個も取れてないわけですよ、うん、なんだけど政党助成金は7000万円増えたんです、うん、それはなんか票割りで獲得した票に割りでお金が1票あたり250円とかもらえるっていう、橘隆氏はねその辺 の, そ の, のトリックっていうのを、うんはい、正々堂々と YouTube で公開しているんだよね。でみんなが知らないけどこういう仕組みになってるので、うん、それを知れば誰でもできるよって感じなんですね、はい、すごいなと思って、うん